皆さんおはようございます。今日は試験前日の過ごし方を動画に撮っていこうと思います。今日はあんまり勉強は詰め込みすぎず、ゆったりと過ごしていこうかなと思います。持ち物の確認をしていきます。おはようございます。自己採点するつもりなかったんですけど、本当は84点以上取らなきゃいけないんだけど、55点しか取れてないっていう悪夢を見まして、この状態で合格発表待つの無理だと思って、今から自己採点します。104点取れてました。よかった。